はい、お待たせいたしました。戻ってまいりました。次のゲーム、リターントゥキャッスルウルフェンシュタインですね。エニーパーセント、アイエム、なんて読むんだろう。デス。インカーナテルですかね。これなんていう単語なんだろう。もしね、ご存知の方いらしたらぜひともお願いします。こちらのタイトルは、今現在ね、解説の方がおそらくいらっしゃらないと思うので、もちろんチャット欄でもいいですし、飛び入りの方もね、お待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。次のね、司会の方もいらしているので、途中で交代になると思いますが、そちらもよろしくお願いいたします。なんかチェンソークラブって普通に日本語で言ってるね。これそういうゲームだったんだ。アイコンが出てるのは見てたんですけれども。あ、化身なんだ。ありがとうございます。パトロン助かります。ありがとうございます。レギュレーションもね、謎ですね。2% なんだけど、後ろにつきますね。死の化身。私は死の化身だ。っていう感じですかね。そうですね、RIJ みたいにオフラインでやってたんですが、今ちょっとね、オンラインになってて。で、ESA はよく後ろに観客がいてね、いろんな、なんていうんだろうな、ネタやってたり、パフォーマンスやってたりするのが楽しいイベントだったんで、ちょっとオンラインになってね、寂しいところではあるんですが、またね、コロナが収束して、オフライン始まったら、賑やかなね、その、会場のシーンであったり、奏者さんであったりね、見られるようになるじゃないかなって思うんでね、そうそう、収束していただいてね、楽しみにしたいですね。Hey, I'm Sphere, and I want to show you the individual level record for the first mobile break for the one-on-one. ちょっと中に入ってるけどな。私はイベントを破壊しちゃいかんな。And only in 2018, Jukebox managed to beat it by 1 and later even 2 seconds. And no one really thought that was even possible. そうですね。パフォーマンス率が高くて、その ESA の考え方的には、おそらくその奏者のなんて言うんだろうな、顔を見ながら、表情を見ながら、喋るのを聞きながら、見てほしいっていうのはあるのかもしれないですね。アバターも禁止だし、顔出しなしは、顔出しは絶対してくださいっていうね、ことなの。この間はね、日本人奏者さんが皆さん、カメラありでされてましたが、あれはカメラなしは NG なんですよね。あ、難易度があるのか。なるほどね。ありがとうございます。4段階中一番上か。あ、難しい。なんていうんだ。ナイトメアとかね。ハーデストとかね。そんな感じなんですね。ちゃんとやってますというよりは、エンタメ風に寄ってるのかなとも思うんですよね。ちゃんとやってるかどうかはぶっちゃけ録画しちゃうとわかんないじゃないですか。もうそれを言い出すと何も気にかないですけど。なんて言うんだろうな。こういう、実在する人物がこんな感じの部屋でこんな感じの表情でこんな服着てやってますよってあたり見ていただきたいのかもしれないですね。うん、独特ですね、難易度表記がね。そう、 V の方はちょっと出られないイベントになってるんですよね、 ESA はね。おはようございます、よろしくお願いいたします。そうそう、リアクション見ながらね。 V の方でいくらね、表情とか顔の向いてる向きとかね、出ても生のリアクションとはまた違いますもんね。生産者の顔が見てるそう、野菜とかの私が作りました的な感じになってるかな。モナリザってなんだろう。ああ、e スポーツですね。そうか、e スポーツだったらその辺ダメなのかな、カメラなしとか。なんて言うんだろう。アバターであったりとかはね。腕立てとかね、あの辺はいかにも ESA っぽいなと思っては見てました。先ほどのバイオハザードはね。そうだね。二次元の世界に生きてる方は出られないかな。そうそう、人間のリアクションをもしかしたら、みたいなあたりがコンセプトにあるのかもしれないですね。もちろんね、そうじゃない RIJ もそうだし、GDQ もあるのでね、そちらの方が、体なしでも出たい方にはね。はい、来ました。リターントキャスル・ウルフェンシュタインが。ちょっとNG っぽい声優では、マークが見えておりますけれども。
ちょっとなんかこう穴が開いてたりボケたりように見えてるのはまんまに出すのがはばかられるからかな。まあまあその辺はセンシティブなんでね、置いておきましょう。着ぐるみ着て、まあ、着ぐるみ着てても顔の部分は出してねになるかもしれないね、家制だったらね。一番下はパパ遊んでるの、いや面白いですねそれ。Can I play? Can I play daddy? ああ出ますって言って顔出しか、そういうネタもありかもしれないな、 V の方が OK だったらね。あ、そうか、ソードフィッシュさんか。ごめんなさい、ごめんなさい。実は、ソードフィッシュさんぐらいの時間から、ちょっと、今日のこの朝の配信があったんで、ちょっと最後まで見てられないんでね、後でアーカイブで見ようと思ってました。ありがとうございます。ストーンさんとかね、木野さん、不動さんあたりまでは見てたんですけどね、不動さんのあたりで、あ、もう、これはもう寝ないとやばいと思ってね、寝ちゃいました。皆さんにとってはね、ゴールデンタイムなんですけど、朝勢にとってはね、なかなか、夜中までかかっちゃうなって。お、始まってますね。グッドラックです。ごめんなさい、ごめんなさい。選手入場ですね。FPS ですね。おう。おう、ゲームの中では、書き十字全然 OK なんだ。めっちゃナチスな人間を殺して回ってますね。はい、すいません。ちょっと始まったすぐで申し訳ないんですが、私ここまでね、司会交代させていただきます。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。では、一旦失礼いたします。ゲームが始まってからの司会交代になりましたが、ここから司会はヒリヤキチキンが担当します。はい、皆さんおはようございます。で、私はこのゲーム前回の EGQ なんかでもやっているのを見て把握はしてたんですけど、ちょっとプレイは見ていなくて、ほぼほぼ完全に初見のゲームになりますね。しまいましたが、結構サクサクセーブが出ている感じを見ると、そこまで巻き戻ってはいないっぽいですね。これあれなんですかね、自分でセーブできるタイプのゲームなんですかね。ぽいですかね。
ゴンドラの上のケーブルに直乗りしてますけど、結構怪しげな動きをして一気に行きましたね。多分画面中央に出ている数字が加速度というか自分の速度で、だから さっき1000いくらとか言ってたので、結構な速度が出てましたね。あ、なるほどなるほど。難易度は 2% のアイアムデシインカレート、これは多分イージーなんですかね。お、グレネードを投げながら、あ、一番上なんですね。なるほど。I regret that I cannot accompany you any further in my condition. You must hurry. Helga's team has an excavation site at the graveyard at the end of town. The entrance to the crypt is there. 死の化身なら最高難易度でもいけるっていう理論での名前なんですね。わあ。ゴッキンにやーやー歌っているところを後ろから一発やられていると、ちょっとかわいそうになってきますね。このカメラを左右に動かしながらジャンプしているところを見ると、ストレーフジャンプはいけるっぽいですね。ストレーフジャンプとワニーホップっていう、まあ FPS の加速方法あるあるのテクニックですね。なるほどなるほど。難易度が高いと回復が減っていて、かつ敵の火力が上がっていると。火力というか、エイムが上がっている。あ、あれ？なんか、怪しかってきました、ステージが。硬派な。FPS だと思いきや、敵の種類がなんか急にファンタジーっぽく、そしてなんか明らかに怪しげな動きをしていますね。壁に向かってグレネードを投げてジャンプして、あー、爆風を使って壁でジャンプするみたいな感じのことをやろうとしてるんですかね。中央の交差点には行かずに、多分ロードか何かが挟むんでしょうか。空中を使って、あの通路に飛び乗ろうとしてますかね。多分ガクガクしてるのは、ロードしてるからですかね。あ、うまくいきましたね。セーブして、多分、あの道を通らないといけなかったであろう場所に入っていっている。またグレネードを投げて。おお。今のは単純に出回しですかね。壁を壊して敵が出てくるのを分かっているので、先にグレネードを投げておくと。
早いですね。400が出てる。すごい。あの、火の、なんて言うんでしょうか。もうゾンビって言っていいんですかね。なんかゾンビ的なクリーチャー、火の魔法を使ってきますよ。所定の位置にボムを置いて、これは湧いてきますね、下から多分。予想通り湧いてきますね。うわぁ。ああ、なるほど。古代の超文明の技術を悪用しようとしてるんですかね。なので、まあ、そういう敵がいるみたいな感じなんですかね。設定としては。スレイブ&ローすることによって相手の攻撃をリセットしましたか。振りかぶっていた攻撃が。この古代技術的なやつは一応どこの文明なんですかね。なんか、角がついた兜をかぶっていますけど。さっきから後ろから話してるところを頭を打ち抜いてるシーンが多くて、ちょっと動揺するところもありますが、ガンガンいきますね。さっきから扉が開くのを待ってるシーンもかなり多いですね。移動が早すぎるのか。やられました。ここら辺から敵がローリングで回避してきて、この難易度だと結構大変なものがありそうですね。階段回っていって、おお、回復を回収していきますね。ウィラがあくまでの時間を利用して、完全に敵の位置は把握している。先ほどから、なんか銃の音が変わったりしてるなと思ってたんですけど、結構銃を頻繁に意外で撃ってるんですね、これ。お、イベントシーンですか。ここで一度。飲み物飲んでますね、それの方も。
on the other hand, what is the condition of your passenger? All things considered, the passenger is doing fine. Repeat.ちょっとこのゲーム、私、ストーリー把握できてないんですけど、主人公は、脱出してるんですかね？孤軍奮闘みたいな感じですかね？ Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blazkowicz returned from Castle Wolfenstein.エージェントなので潜入していってるわけですかね。なるほど、なるほど。2人で潜入して片方は捕まってし、片方は死んでしまった。この機動力を持ってきてもね、捕まえられることがあるとは。うまくストレフタンプを使って、クドーさんが言ってますね。広いところだと800ぐらいは出しますね。結構頻繁にセーブロードを挟んでるような気がしますけど、お、スナイパーライフル、車に乗り合ったりしますけど、またケーブルに乗るタイプですね。怪しい動きしません。またケーブルから途中で降りて、あ、上に登ってもいい。これは結構上に登るのが難しいのか。あ、ミッションフェイルって言ってましたけど大丈夫なんですかね。あ、ここやりやすい。ちょっとうまくいかなかったので、またやり直してるって感じですかね。までは同じですね。やっぱり、あれですかね。上に行くのではなくて、途中で降りる。いや、そんなことない。ちょっと時間かけすぎた感じですかね、最初は。ああ。途中で降りることでスキップで、さらにスキップができたのかもしれないですけど、ちょっと諦めて上から入るルートにしたって感じですかね。さっきはチラチラ。様子が分かってますが、何なんでしょう。ひたすらセーブ&ロードを繰り返して敵の配置で自分の都合のいい配置を引くまでやっていったんですかね。イラーに乗り込んで移動するパターンのやつですね。ああ、入るやつですね。これ結構、潜入、ものあり、あるある、シチュエーション。見られてますけど。
おお、かなり美しい感じで。そして、エレベーター上がってくるところを上から振って倒していく。おお、しかも途中で上昇途中のエレベーターを下降に変えていく。何かしらのカウントダウンをしてますけど。あ、何かが発射されたような音が。これは完全に待ち時間。ああ、なるほど、なるほど。さっき兄から入ったところは、目標を取ったら終わるタイプのミッションで、多分、外側から中のものを取れば、その後外に行く必要があったので、その外に行く工程もカット、外カットできたのが、まあ、ちょっと結構難しいスキップなので、本来の上から入るみたいなルートにしたって感じなんですかね。でも、ガクガクはローディングだと思います。クイックセーブしてクイックロードしてるんだと思いますね。おーおお、敵の数が多い。かなり無理やりすぎてますが。ちょっと、これは基地全体が入れてますね。先ほどの怪しげなカウントダウンと関係がありそうですが。椅子を射程の位置に置いて上に登ってきましたが。しっかりの当たり判定があるんで、椅子を不意打に使ってるんだと思いますけどね。かなり速い。ああ、壁に使ってしまって、一気に速度が落ちて当たってしまうが大丈夫か。なんとかなっていく。このゲーム、結構、初段の、手段率はいいですけど、その後、打ち続けてると、だいぶ、弾がばらけてしまうっぽい雰囲気があるので、できれば、最初に弾を刺したい感じがありますかね。結構その後当たるかどうか、うんみたいなところがありそうな雰囲気の、こうしてる間に、なんか所定の位置に爆弾を投げながらジャンプ。ここはザーセーブしてやり直してますね。おお、二人行っていますが。今グレネードジャンプなんですかね。跳ねているのは、多分 FPS。あるあるのストレフジャンプとバニーホップというテクニックを使ってますね。まあ結構ゲームによって細かい仕様は違うことが多いんですが、エイムを、入力を前方向と右方向
まあ、斜め前に移動入力しながら、右斜め前に移動しながら、エイムをゆっくりと右に移動させると、加速するという、まあ、バグがあったのを、あえて正式にしようとして実装してるゲームが多いみたいな感じの。まあ、それがストレーフジャンプで、それと、バニーホップと呼ばれる、まあ、ジャンプを繰り返している動作を組み合わせると、その、ストレーフジャンプで加速した速度をどんどん保存されながら加速できるという。ぴょんぴょんすることによって確か私の知る限りではジャンプそのものでは別に加速はできなくてストレーフで加速したものをバニーホップでさらにその速度を落とさないようにできるみたいな感じの合わせ技だったと思いますね。結構このゲーム銃の種類は多そうですよね。何か銃声が結構いろいろな種類の銃声が聞こえてくるので。お、二丁拳銃、両手持ちスタイル。いわゆるアキンボってやつですね。どうでしょうね。横への速度だけではなく、上下の速度もカウントしているのであれば、単純に、ジャンプした時の上下の速度がカウントされて、速度が出ているように見えるだけで、実は横への速度はそこまで出てないです、実は。あると言えばありますが。何か、完全に、ゲームの外を、歩いていきましたけど、多分一応建物の判定があるみたいな感じだったんですかね。完全に空中を歩いてました。火炎放射器燃やされて視界がすごいことになってますけど。完全に市街地点ですね。戦車の音も聞こえてきました。お、機銃がありますが。これ戦車が進むの待ちだったんですかね。全然。これ戦車敵ですよね。全然追いつきませんけど。視野が非常に狭いんですかね。なんか、セーブ&ロードで待ってますけど。これ扉壊してもらうタイプの、あれですか？多分銃は右上の3足ですかね。これあれですかね？戦車は味方だったんですかね？戦車援護して扉破壊してもらう的なミッションの可能性もあります。さすがに敵の戦車にわざと弾を出せるように誘導して扉を壊してもらったわけではないでしょうから。でも単純に時間経過のミッションだったかもしれませんけど。まあ何にはともあれ中に侵入することができて。お、ロケットランチャーも出てきが。
扉を割ってスイッチを押して椅子を持つ。椅子を持ちますね。あ、椅子を持って射程の位置に置いて、椅子を上に置きましたね、完全に。まあ、椅子持った場合は、かっこ上方向に移動する感じですね、毎回。結構持ってますね。3種類かと思いきや。それは、このプライマリーウェポンというか、アサルトライフル、サブマシンガンに、カテゴリーの銃が3種類あるだけで、それとは別にセカンダリーと特殊武器もありそうでしたから。多分さすがにショートカットだと思いますけどね。スコープの銃をスコープを持たずに、スコープを動かずに、扉の裏側に待っている敵がありますね。あ、潜水艦ですね。怪しげな場所を移動していて、完全に壁にある手すりの上に乗ってますけど、多分ぐるっと潜水艦の周りを一周するステージだったんでしょうね。まあ、足場判定あるのが終わりですよね。イベントムービーで何か話している。ムービーがスキップされていきますが、まだゲーム時間的にはまだまだありそうですね。ステージ時間は半分超えたぐらい、半分ちょっと超えたぐらいですね。これでミッション5に入りました。お、雪が積もってますね。当たってますね、しっかり。早いですね。登山してますが、これは結構想定されていそうなルートではありますが、曲させば強行突破。先ほどから移動にスナイパーライフル持っているのは単純に威力が高い銃なのか、何かあるのか。あ、ノルウェーでの作戦。なるほど、なるほど。ミッション5は舞台がノルウェーと。ノルウェーならで勇気が詰まってますよと。電気柵的なものを無視してますけど、なんか基地というよりかは研究所の雰囲気。これ完全にクイックセーブとクイックロードで抜けてますね。
あ、火炎放射器使ってますね。おお、強い。え、ロケットランチャーで隙間から撃っていってますが、なんか今上半身だけで下半身雷で動いてるみたいな敵がいましたけど、完全に化学力が先ほどとは違う。うおぉ、完全に敵の核力が、火炎放射器と、何か、アーマーを置き込んだ、強そうな敵。進みすぎたね、科学は魔法と見分けがつかないって言いますからね。お、また、グレードジャンプか何かで、飛び越えようとしてますね。結構このゲーム、爆風の範囲が広いんでしょうね。天井に投げておいて、後ろから爆風を押してもらうみたいな感じですかね。行きました。あ、上から強化アーマーを着た敵を倒してますけど、これボス戦ですかね、一応扱い的には。あ、何か上に発射されてますけど、Agent Blazkowicz. A little beat up, sir, but nothing too serious. They've just finished with him in debriefing. あ、敵が脱出した。なるほど。敵を追い詰めてたけど、敵を脱出したって感じですかね。敵が。また、怪しげな動きで。おー。うまく、加速しながら、ジャンプすることによって、門が開くのを定まってきましたかね。あ、先ほどのステージ拾ってたあろう、雷武器を使ってますね。バリバリブラズコウィックスが捕らえたキャプチャーなんてあれ、まあ資料を、まあ潜入し見てきた資料によると、復活作戦と呼ばれているコードネームで呼ばれている計画に気づいたと。西暦943年に登場した伝説的な、敵で強力なサクソンのワーロック王、ハイリキ一世。サクソンですから、いつだ、時代は。西暦943年、1000年代。復活作戦。なるほど。先ほどの、古代文明のあれも関係してるんですかね。
まあ多分そうなんでしょうね。現在に超科学でドブラが復活させるにノリは近い気がしますね。ここに来て中盤に回ってきた感じがありますね。何か結構上等そうな身分の人を倒していってますかね、これは。雰囲気的には暗殺ですかね。ああ、なるほど。ハンリヒ一世は落選調の思想。まあ、いわゆる、ヨーロッパがまだ、ドイツのあたりがあんまり定まってなくて、いろんな民族が移動とかしてたところから、まあ、国の形を作っていったって感じですかね。あんまりドイツの歴史詳しくないので適当言ってますけど、でもその後神聖ローマ帝国とかが権力を持ち始めるのが1000年超えてもうちょいしてからって感じですよね。これは完全に今までのボスラッシュって感じですかね。先ほど出てきた研究所にいたチョーカーマンを着た敵を、ああ、振り向き一発でやられてしまう。HP2 しかないな、この、もう、一発も被弾しない前提で、今ちょっと回復して、ちょっと角を利用しながら、ちょっとミニゴンのマゼルフラッシュが、明るすぎて敵が見えませんけど、むしろ銃弾のばらつきを利用して、左側に飛んで行ってくれと祈りながら敵の右側を撃つ。ああ、神聖ローマ帝国はもう成立し始める時だったんですね。そして入っていってますね。これは、地下方向に何か、かなり広そうなステージですね。多分そうだと思いますね。右手に銃持っていて。
ガンガン捨てます。これは何なんでしょう？一応古代遺跡発掘現場的な何かですかね。ああ、先ほど言っていたハインリヒ一世を復活させる儀式場がここですか。これゲームの雰囲気としてもかなりラストステージ感があるので、最終的にラスボスはハインリヒ一世なんですかね。扉が開いて中にいますが、もう出待ち、グレネード。なんかロケットランチャー。あ、これ城なんですかね。持ってきた。ラストステージにルフェンシュタイン城に持ってきた。これがリターントゥーキャッスルルフェンシュタインですか。ここから登ったようになりますけど、回収していって、痛い痛い、あー一度外すと本当に。今のレバー動かして、いやー痛い。三直しかないですが、なんとかクリア。あ、本当ですね。右上に、オペレーションオブリザレクションが書いてましたね。チラチラ、なんでしょう、セーブしてますね。あ、奥から敵が出てきます。下え、あれですかね。強化兵士が、ステージに手前側まで来るのを待って、入り口が封鎖されてしまうので、通り過ぎてしまえば OK みたいな。これ GG ですね。タイムは49分36秒。多分ラスボスか何かを扉、瓦礫の手前側に閉じ込めてしまって、戦闘が終わってしまった。多分ラスボス生存ルートですね。GG です。一応、スピードラン .com を見に行くと、世界記録は、40分58秒。ちなみに、創始の方は、45分32秒の記録を持ってますね。なので、結構5分しか猶予のない、申請ですが、しっかり5分、以内に収めてきますね。
ゲーム画面切り替わりましたので、一度次のゲームの準備のために失礼します。Including the proceeds from the fabulous event hoodie and shirt shown on stream right now. Speedrunstore.com